カイル・アレクサンダー・ルイスは、アメリカ合衆国ジョージア州、グーイン・ネット・軍スネルビル出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、MLB のシアトル・マリナーズ所属。2016年の MLB ドラフト一巡目で、シアトル・マリナーズから指名され、プロ入り。また、直後に、同年のゴールデン・スパイク賞に選出された。契約後、参加の A-9、エバレット・アクアソックスで、 プロデビュー。30試合に出場して打率。299、3本塁打、26打点、3盗塁を記録した。2017年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは29位。マリナーズの組織内では1位にランクインした。シーズンでは、ルーキー級アリゾナリーグマリナーズと A 級モデストナッツでプレーし、 2球団合計で49試合に出場して打率、257,7本塁打、31打点、3盗塁を記録した。2018年は、A 級モデストと AA 級アーカンソートラベラーズでプレーし、2球団合計で86試合に出場して打率、244,9本塁打、52打点、1盗塁を記録した。また、7月には、 オールスターフューチャーズゲームのアメリカ合衆国選抜に選出された。2019年マイナーでは AQ アーカンソーでプレーし122試合に出場して打率263、11本類打、62打点3盗塁を記録した。9月10日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。メジャーデビューとなった同日の新ティレッツ戦にて 6番、右翼手で、先発出場すると、5回裏に、トレバー・バウアーから、メジャー初安打となる本塁打を放った。この年メジャーでは18試合に出場して打率、268、6本塁打、13打点を記録した。2020年は、開幕からレギュラーとして起用され、58試合に出場して打率26、262、11本塁打、28打点、 5トールを記録した。シーズン終了後、新人王を受賞した。ごツールプレイヤーの大型外野手であり、長打力が最大の売り。YouTube で研究するほど、同じく身体能力の高いアダム・ジョーンズのファンである。ありがとうございます。